ドラキュリアは2000年のアメリカ合衆国の映画。監督はパトリック・ルシエ。出演はジョニー・リー・ミラーとジェラルド・バトラーなど。日本ではドラクレアとも表記される。ホラーの古典であるブラム・ストーカーのドラキュラを大胆な発想で映画化した新尺ヴァンパイアムービーである。続編としてドラキュリア2 0決血のカリウドとドラキュリア3 0 0血の十字架が作られたが、 両作品とも、本国米国では、劇場公開されず、オリジナルビデオでリリースされた。日本では2作目は2004年に、劇場公開され、3作目は2006年に、オリジナルビデオでリリースされた。バンヘルシングとオいのサイモンが運営するロンドンの遺物館にある夜、マーカス率いる、窃盗団が侵入、金庫の中にあった銀製の棺桶が盗まれた。しかし、 ヘルシングはこのことを警察に通報しないばかりか、サイモンにも行き先を告げずに一人で出かけてしまう。不審に思ったサイモンは、ヘルシングを尾行し、そのまま一緒にアメリカに降り立った。実は窃盗団が盗んだ棺オケには、本物のドラキュリアが眠っていたのだ。そうとは知らない、窃盗団は棺オケを開いてしまい、ドラキュリアを復活させてしまう。一方、 ニューオーリンズに住む少女マリーは、マントの男が自分を呼ぶ悪夢に、毎晩のように悩まされていた。マリーは、バンヘルシングの娘であったこと、そしてドラキュリアの血が流れていたことから、狙われることとなった。一方その頃、窃盗団の奴らや、その窃盗団が操縦していた、飛行機の墜落現場に来た女性リポーターが、次々とドラキュリアに噛まれ、吸血鬼となっていく。そのことを察知した。 ヘルシングやサイモンは、そいつらを殺そうと、死体暗置所へ出向く。そして、死体袋から蘇った、窃盗団たちを、次々と殺していく。だが、サイモンが止めをさせなかったことで、窃盗団の中の一人の女を警察へ、引き渡してしまった。その後、警察たちを殺して逃げ出してきた女や、吸血鬼になったリポーターたちが反撃してくる。その中でドラキュリア、 自らヘルシングに復讐をし、彼は、息絶えてしまう。そのことを知った、マリーやサイモンは、バンヘルシングがいなくなった今、戦えるのは自分たちしかいないと思い、ドラキュリアたちを殺そうと決意する。その他の声の出演、戸戸麻子、内田優也、佐藤春夫、坂口健一、石積明彦、佐々木健、杉本優六天トマトズによれば、批評家の一致した見解は、 この改作はドラキュラの起源にこれまでにない独自のスタイルを出そうとしている。残念ながらこの作品には観客がこれまでに見たことのないものは何もないが、であり69件の評論のうち高評価は17%に当たる12件のみで平均点は10点満点中3、69点となっている。メタクレティックによれば14件の評論のうち 高評価はなく、賛否混在は7件、低評価は7件で、平均点は100点満点中26点となっている。ありがとうございます。